テネシー州の軍配置図テネシー州の軍一覧は、アメリカ合衆国テネシー州内の軍の一覧である。テネシー州内には95の軍がある。2010年時点で、シェルビー軍が人口、陸地面積ともに、州内最大の軍である。人口最小の軍は、ピケット軍であり、陸地面積最小の軍は、トラウスデル軍である。州とナすシュビルがある、デビッドソン軍は、 陸地面積502平方マイル、人口626,681人である。テネシー州の人口は2010年時点で634万6,105人、陸地面積は4万2,169平方マイルである。州内で最初に設立された軍は1777年のワシントン軍であり、最後に設立されたのは1879年のチェスター軍である。 2000年国勢調査では、テネシー州の人口重心が、ラザフォード郡、マーフリーズボロマーフリーズボロ市の南2.5マイル。座標では、北緯35度47分45秒整形86度23分52秒。北緯35.795862度整形86.397772度。 35.795862-86.397772にあった。同じくチリ重心はマーフリーズボロ市の北東5マイルにある。1976年、ラザフォード軍歴史協会がこのチリ重心にオベリスクを建てた。軍の中のいくつかは以前にインディアンがその一部あるいは全体を支配していた土地に設立された。 このインディアンの土地はさきコロンブス期にインディアンが支配していた領土であり、アメリカ合衆国政府の方において占有権を認められていた。その領土から軍が形成される場合は、正式な設立以前にアメリカ合衆国政府の方によってインディアンの占有権が取り消された。テネシー州の場合、七百七十年から百三十五年の間に十の条約が交渉され、 ヨーロッパ人とインディアンに割り当てる地域を定義し、土地に関する占有権の規定を設けた。地域に残っていたインディアンは、最終的に後にオクラホマ州となる領域に移住させられた。下表はアルファベット順である。テネシー州ではこれまで2つの軍が廃止された。3つの軍は、首都軍が1つの生態に統合される、統合主軍となっている。 これらは自治体である市と同時に州の管理区分である軍でもある。ありがとうございます。